里崎チャンネル。じゃあ、さあ今年もやります、里崎智也、里崎チャンネル、プロ野球開幕ということで12球団全試合総チェック。さあ今年も始まりました、修行の毎日です。はい、毎日、テレビを、ライブで見るときは2画面にしながら、両方の試合を見、タブレットで試合を映し、同時に 3,4 試合を連続してみるっていうね。で、あとは録画、地獄です。しかし野球がめっちゃ悔しくなります。さあということでね、アイドリングトークしてたら1時間になっちゃうんで、キューッと詰めてね、皆さんが見やすいようにやっていきましょう。さあということで、あ、開幕戦の総チェック、現在20万再生超えております。ありがとうございます。グッドボタンも5000超えております。ありがとうございます。1万欲しいですね、グッドボタン。だって20万回再生されてる時、あの1万グッドボタン欲しいですね。でも皆さんの再生回数と、グッドボタンが佐々木のやる気を奮い立たせてくれます。今後もお願いします。さあということで、今回最初に取り掛かるのはヤクルト対阪神。開幕3-4阪神、27日土曜日5-9阪神、そして昨日日曜日2-8阪神、阪神3連勝昨年ジャイアンツと開幕3連敗した阪神が今年は開幕3連勝ね、よかったですね。逆にヤクルト開幕3連敗いいところなくというところで振り返っていきましょう。まあ、開幕戦はね、開幕戦の、総チェックでやったんで、そちらをぜひねチェックしてください。さあということで今回ね、土曜日曜2連戦を語っていきたいと思いますけども、21日ヤクルト先発ね、トレードで移籍してきた田口が先発でしたけども、素直な感想です。ビビってんのか。はい、これです、素直な感想。まあやたらボール多い、しかも変化球、全体的な投球割合としては、全部で62球投げましたけども、ストレート 38.7%、 変化球 61.3% と約、3分の2が変化球、変化球多すぎ明らかに。しかもですね、この変化球をまだストライクゾーンに投げてるんだったらまだしも、ほぼボール球で、しかもここがね、阪神打線のまあ素晴らしかったのが、しっかりね、まあ対策立ててきたとは思うんですけども、低めの変化球ね、全く手を出さず、ボール先行して自分たちのバッティングカウントに持ってこれたっていうところはね、阪神打線非常に素晴らしかったかなと、思いますし、プラスアルファ僕が感じたのは、これひょっとしたら阪神打線が変化球待っててもストレート反応できるなっていうところで、どんどんポイントを近づけて待ったことによって低めの変化球をね、見逃したなっていうところもあるんじゃないのかなと試合を見てて感じましたね。ということは何が言えるかっていうと、田口のストレートが走ってないっていうことがね、言えると思うと同時に、バッテリーともともちょっとビビりすぎかなと。あとこれ成瀬の時にも感じたんだけども、石川ね、石川をその題材として同じようなタイプで同じような配球を成瀬とか今回の田口にもしてんじゃないのかなって感じましたね。でも誰でもかんでもが石川になれませんね。それと同じようなリードしてても答えられません。そこをね、キャッチャーがもしくは、ベンチがね、もっと考えて、田口は田口、こう成瀬は成瀬っていうようにね、そのピッチャーに合うような配球パターン、リードパターンっていうのを考えていかないと、今回のね、この土曜日の試合見てて一番本当に思ったのは、石川と思ってこの田口をリードしてないのかなっていうところはね、非常に疑問に思いましたね。まあ現実はね、そうじゃないかもわかんないですけど、見ててね、そう感じましたね。だからどんどんね、変化球が割合3分の2、まあ確かに多いけど、それでもストライクどんどん投げ込んでいかなきゃいけないし、やっぱインコースもね、ボールじゃなく、ね、ストレートもボールじゃなく、ストライクに投げ込んでいく勇気っていうのはね、欲しかったなと。後手後手を回った結果がね、まあ、9失点につながったんじゃないのかなと。まあ、その中でもね、タイガース初回にね、一気に4点取りましたけども、まあ、ノーアウト1塁からね、糸原のセカンドゴロ、山田ファンブルね、記録はヒットでしたけども、エラーです。バッね、あそこ一つ押さえとけばね、ひょっとしたらこの4失点にね、繋がんなかったかもしれない。あのプレー、球際っていうのはね、しっかりやっていかなきゃいけないんじゃないのかなって。あのエラーはね、ちょっとバッドポイントでしたね。そして、内川のね、ファールフライ落とすっていうところもね、ヤクルトこの1試合のね、中の試合ではありましたけども、まあ、太陽が見づらかったってね、あるかもわかんないけども、まあ、そういうのはね、もう言い訳にならないっていうところで、そういったね、ミスが響いての
っていうところはね、まあ、初戦ね、阪神もミスをしながらっていうところはありますけど、しっかり勝ち切った。で、そこをね、ヤクルト打線がその相手のミスをね、つけ込むことができなかったっていうところでね、4対3に初戦もなりましたけども、この2戦目はね、タイガース、このね、相手のミスにつけ込んで、しっかり得点にね、結びつけるっていうのがね、このヤクルトとの大きな誓いだったかなと。で、初回もね、それで出塁して、しかもノーアウト満塁でね、大山、このね、ライトへの、犠牲フライ。ここで一番特筆することは、ファーストランナーのマルテが二塁へタッチアップ、グッツ、グッソーレ。ああいう走塁がいけて、その後のワンアウト二三塁のサンズの犠牲フライ、ね、っていうところにつながって、で、最後はね、佐藤君が、プロ入り初ヒットが、初ホームランとなるバックスクリーンね、ツーラン。で、結局4点。これでね、ほぼ大きく試合をね、決めたかなっていうような攻撃。だからね、まあ、そつなかったね、しっかりね、4番、5番がね、犠牲フライでしっかり点に結びつける。相手のね、隙をついて、ファーストランナー、外国人選手でもある、ファーストランナーのマルテがね、果敢にセカンドへのタッチアップ。これね、隙のない攻撃が初回のね、4点につながったかなと。あとね、ピッチャー陣もね、ピンチを招きながらもね、岩貞が1回3分の1の好リリーフ、ガッツ。こういったね、この流れを断ち切るっていうところでね、しっかりと相手の攻撃も断ち切れたかなっていうところもありますし、まあヤクルトでね、良かったところで言えば、やっぱりルーキー、本山くんがね、4打数2安打2打点1ホーマー、ガーッてね、こっからね、チャンスは大きくあると思うんでね、あのバッティングっていうのはね、素晴らしかったなと思うんで、こっからね、大きな、期待を背負ってね、頑張ってもらいたいなと思います。昨日の試合、8対2ということで、まあ奥川投手がね、先発しましたけども、率直な感想は、見てて、まあ僕の期待するハードルが高いのかもわかんないですけども、もっといいのかなと思ったっていうね、もうちょっとストレートスピードも出てもっといいのかなって思ったっていうのがまあ率直な感想ですけども、まあでも全体的な感じ見たらバランスも取れて、まあコントロールもよく投げ切れたなと。でもその中でもやはり若干甘くなったところをミスショットなく仕留めた阪神打線っていうのは本当にね、この3連戦よく触れててね、すごかったなと思うのと、やっぱり初回のサンズ、もうね、このね、3連戦、もうサンズだね。もうサンズがサンズだったっていうね、バッティングだったかなっていうね、ところで、1打席目のね、ストレートね、ストレート行くのが悪いわけじゃないんだけど、あのピンチの場面で真ん中にスーッと行くかと、それは見逃してくれないよと、ストレート行くのが悪いわけじゃないけども、ああいう時はもう勝負球やと思って、常にね、しっかりもう2ストライク、2ボール2ストライクぐらいのもう見逃し三振取るぜぐらいの気持ちで初球から投げていかないと、まあ簡単にやられちゃうよねっていうところと、やっぱりこのね、初戦にインコースをしっかり攻めてない。だからね、このやっぱエースっていうのはね、やっぱ勝つだけじゃなくて、そういうその2戦目3戦目後ろにね、つなげていかなきゃいけない。だからカードの初戦投げるピッチャーっていうのは後につなげていかなきゃいけないっていうところで、インコースもしっかり使いながら強打者には意識させてアウトコースをね、打てなくするっていうような作業もしなきゃいけない中で、全くできなかったヤクルトバッテリー含めて、まあベンチも含めて、で変化球打たれたから、ストレート、これもう最悪の握手ね。これはまあ僕自身も経験ありますけど、これはもう後手を踏むっていうところで、最初にやらなきゃいけない作業をやらないで、で打たれて、でやろうって言っても、もうそれは後手になって、それは打たれるね。それはもうサンズも待ってましたというばかりにストレート、しかも甘いところ来るからね、それは打っちゃうよっていうところで、もうちょっとね、考えてやらないと、ちょっとストーリーがね、なかったなっていうところでね、まあヤクルトの3連敗にね、つながったかなっていうところで、まあカードも変わりますからね、どうなっていくのか、阪神としてはね、素晴らしい、3連戦に、ね、なったんじゃないのかっていうところでね、まあ今週から、明日から始まる試合、どうなるのか、まあヤクルトのね、巻き返し、セリーグの中ではね、唯一の3連敗っていうところになりましたから、さあどうなっていくのかっていうのをね、注目したいなっていうところはあります。さあ続いて、広島対中日、土曜日27日はね、栗、グッペチェーン、ね、広島が4対1で勝利。そしてね、28日の試合は、0対0のね、引き分けっていうね、ところになりましたけども、1勝1敗1分けでね、五分という形でこの3連戦おりましたけども、土曜日クリーム、ナイスピッチーン、ね、ほぼ、投球内容を見ていても、2球で必ずストライクを取ります。ボールボールになったのは、初回のビシエドだけ。だからそこね、ボールボールになってしまうと、レフトにね、タイムリーヒットを打たれましたけども、全体的に初球ボールになっても2球目に必ずストライク取る。もしくは初球ストライク取るっていうところで、自分のね、カウントで勝負できたっていうところがね、この好ピッチングにね、繋がったんじゃないのかなっていうところもありますし、まあ昨年ね、まあ、チームで一番頑張った先発ピッチャーとしてね、まあ今年もかなり期待できる投球だったんじゃないのかなと。繊細さもね、
伺えたかなっていうピッチングで素晴らしい内容だったかなと思います。そしてなんといってもこの試合投げたのが広島新人の森浦と栗林、ね、この2人のルーキーが素晴らしいピッチングだったですね。だからまあ森浦はね7回から登板して22球、ね、2つのフォアボールと1個のデッドボールだから3四死球でね満塁作りましたけども、まあなんとか踏ん張る。あとねキャンプで見た時より球が速くなってたね。キャンプの時はストレートちょっと遅いな、これなんか緩急つけたコントロールピッチャーかなとは思いましたけど、あのキャンプの時よりもストレートスピードを切り合ったなっていうところがあって、あこれ面白いなっていうね存在に見えましたけど、まあ、フォアボールでね初登板緊張したのかなっていうところで、でもここでねきっちりゼロで抑えたっていうところがね大事よ。こういったところをね自信につなげていくっていうところで、まあ今後のね森浦投手のピッチングねさらに期待できるんじゃないのかなっていうところで、ドラゴンズこの満塁のチャンスで絶好調の大島初球セカンドゴロ、まあここ難しいね。まあ相手はルーキーでアップアップしてるで初球甘めに来るやつ打ってやろう、俺も調子いいぜセカンドゴロで、バッティングの内容を見ると多分思ったより置きに来たからボールが遅すぎてちょっと垂れたのかな、バットの先に当たって、セカンドゴロ、苦しいねこれはね。大島ぐらいのなんていうのかな実績、今の調子があったらねもうちょっとこうコンパクトにっていうかね一発ドーンっていうよりもコンパクトにっていうかできたんじゃないのかなっていうところで、ちょっとねこのルーキーがアップアップしてる中で初球のセカンドゴロ、まあ積極的に行かなきゃいけない、これもう賛否分かれる、いいとか悪いとかじゃなくてここがねドラゴンズがやっぱ敗戦したキーポイントだったんじゃないのかなと。そして最後ね9回栗林プロ8先発8セーブはなんと5人目ということでグッとね、さすがに素晴らしい投球でしたし、今日の見てねやはり初戦なんで森浦もしくは大道もう行ってもいいんじゃないのかなというところがね感じましたね。そして昨日の試合、28日ね0対0で引き分けなりましたけども、まあお互いがね頑張ったかなと、まあ、あの野村選手、キレある、まあ、通信も含めてコントロールよく、ね、内外に投げ分けて素晴らしかったかなと思いますし、まあ、あの小笠原も、ね、インコースをしっかり伝えながら外に、ね、落ちる球っていうところが有効的に使えてね、まあ、でもねカーブはもう6回以降常に得点圏に、ねのチャンスを作りながら1本出ずということで、まあ、10アンダーもね、話しながら1点も取れないっていう、まあね、3塁送ったのが2アウトとかね、チャンスで最後残り1本っていうね、マイニング2アウトでね、得点圏にランナーを進めて1本っていうところ、まあ、ここがね、出なかったのが、まあ、勝ちきれなかったところかなっていうのもありますけども、逆に言えばね、このドラゴンズの福、谷本、又吉ね、祖父江、ここがね、しっかり踏ん張ったってね、いうことも言えますし、逆に広島のね、2試合連続の森浦、そしてケムラね、初戦やられましたけど、そして栗林と、こちらのね、両チームね、リリーフ陣、素晴らしく頑張ったなっていうところもありますけども、この緊迫した場面で、ドラゴンズ、根尾、松山のレフトフライ、無風の中で落とす、バッ、ね、やっぱああいうところをね、まあ、与田監督はね、あの使ってるのは俺だからってね、言ってくれてますけど、やっぱね、ああいったところをしっかりやっていかないと、そんなね、ドラゴンズは圧倒的な戦力のね、プラスがあるわけじゃないんで、まあ、逆にね、負けなくてよかったなっていうのはありますけども、ああいうところはそつなくこなしてもらいたいなっていうところもありますし、あのリクエストね、セカンド、間一髪ね、アウト、審判はセーフってね、やはりやってましたけど、アウトっていうリクエスト、あれはね、リクエストがあってよかったなっていうところもありますし、あのちょっとね、ドラゴンズファンの人は、肝をね、冷やしたんじゃないのかなっていうところもあります、そして最後ね、祖父江、まあね、大ピンチを作りながら、ね、ツーアウト、満塁から、ね、栗林じゃない、堂林、もう栗林と堂林、すぐ間違っちゃう、もうよく似てるから。もうどっちもしかもいい選手だし、堂林に、ね、対してしっかりね、あのインコースのシュート、あれ投げ切った、あれ満塁でね、投げるとやっぱりデッドボールもサヨナラになっちゃうんで、正直ね、あの難しいところにはね、なるんですけども、あそこをインコースにね、しっかり投げ切った祖父江、このペチェ、ね、あれはね、勇気ある、まあ、開き直った好投かなと、あのその前の石原の打席の時にはインコースね、シュート投げれないで外外って言ったからね、まあこのまあ堂林がねインコース苦手やっていうところで打ち行ったのかも分かんないけども、このね石原フォアボール出したけど、ここでもね打ち攻めてもね
良かったんじゃないのかなっていうところでね、まあ、このね満塁になったことの開き直りがあったのかも分かんないですけども、この堂林に対してシュートね行ったことはね本当に素晴らしい投球だったなって思いますしね、こういったところがね、まあ、お互いねドローっていう形で、まあ、どっちもね勝つチャンスあったとはいえね、まあ、よく踏ん張ったなっていうよりね、3連戦でしたね。はい、ドリフダイブね。さあ続いて巨人対 DeNA、はい、開幕戦はね8対7巨人、そして土曜日はね10対5で巨人、そして昨日1対1で巨人の2勝1引き分けということで、新監督三浦監督初勝利ならずっていうね、3連戦になりましたけども、まあね27日、10対5、っていうところで戸郷がコントロール軌道も抜群、ゴッパチェーンね、あの田沖をねさらに昨年からね進化したんじゃないのかなと。しかも球もねしっかり低めに投げれてましたし、まあねこの序盤の0点っていうところがね、まあ終盤ね DeNA が巻き返し図りましたけども、この序盤のねこの戸郷のピッチングっていうのをね大変素晴らしかったんじゃないのかなと。7回106球ね4安打6三振、この無四球っていうところがねこのコントロールのね良さがね物語ってるかなっていうところで、まあこの菅野にね次ぐ戸郷っていうところが、まあ今年ね143試合ですし、この開幕のピッチング見ると10勝確実なんじゃないのかなっていうね、素晴らしいピッチングに見えましたね。で、続いてね、DeNA の京山、まあ4回ね、104球、5安で4三振、7四死球で4失点っていうところでしたけど、正直ですよ、見た感じ、そんな悪くなかったですけどね、一つ言えるのが、ちょっとね、審判との相性が悪かったのかなっていうね。まあもちろんね、ワイルドピッチね、コート抜けていったね、球ワイルドピッチしたのはダメですけども、全体的にそんな4失点するような内容じゃね、なかったような感じがしますし、まあ次回にね、期待したいかなと。なんか三浦監督はね、フォアボール連発でね、このストライクで勝負してくれなかったっていうところがあって、まあ、7四死球ね、全部が全部じゃないですけど、非常に立ち上がりとかもコースにね、しっかり投げてましたし、ちょっとね、審判との相性が悪かったのかなと。ちょっとこれがね変わったら非常にいい結果をねもたらすんじゃないのかなっていうところがあるんでね、まあ本人にはねあんまり気にしないでね次回登板に、頑張ってもらいたいかなっていうところと、あとは新加入の梶谷が満塁ホームラン、ね、これで一気にねジャイアンツのチームにね溶け込んで、ファンの人もね一気にボルテージが上がってきたんじゃないのかなと。その中でね、二盗塁っていうところで、この梶谷がやっぱりね、一番に座ってうまく機能していれば、その後のね、ジャイアンツ打線の厚みが非常に増すなっていう感じがあったんで、この満塁ホームランもね、梶谷ゴッチ、ナイスバッティングっていうね、ところでしたね。で、昨日、1対1、引き分けっていうところになりましたけども、まあ、守備でね、3回裏、大城のね、ライトフライ、関根ね、フェンスギリギリ、ジャンピングキャッチね、ゴープレイ、ね、バッティングも調子いいけどね、守備もナイス。ね、まあ、DeNA はね、オースティン・ソトがね、来日したっていうニュースがあってね、まあ、ライトはね、このオースティンが入ってくるっていうところになりますけども、もう関根もね、ここでしっかり頑張ってね、もうセンターでもいいから行け、な、もうポジション一つね、どこでもいいからこの出れるためにね、今も勝負、まあ、チームは負けてるけどね、この外国人選手が来てない中でね、チャンスを得てしっかり活躍して、来てもね、ポジションをね、渡せない、もしくは違うポジションでね、出るっていう形がね、できると思うんで、このままね、しっかり頑張ってもらいたいなっていうところもあります。でね、この1点、先制して、で、あ、牧がね、新人の、もう、パッとね、映像を見た感じ、もう新人かっていうぐらい体がでかい。ね、もう雰囲気もありますし、まあね、現状では、打率ね、3割3分3厘とね、非常にいい戦い。で、日曜日もね、4打数3安打打って、非常にね、これ頼もしい。ゴッツね。これがもちね、ファースト守ってるけども、ファーストに外が来ればね、セカンドっていうところにね、牧が行く。っていうところで、まあね、打線の厚みがさらに増すんで、まあ DeNA ね、今辛抱かなと。その中でも、まあいいところね、7回裏、山崎康明、本当にね、声も出て、力のこもってね、力感ある素晴らしいピッチングだったかなと。腕も震えてる、その割に体がぶれてないっていうね、良かったんじゃないのかと。坂本にね、アウトコースストレート三振取って、まあ岡本にはヒット打たれたけども、丸へのツーシームへの空振り三振。あれはね、全盛期のキレがね、戻ってきたんじゃないのかっていうね、延長がねなくなって9回引き分けになればね、この7回っていうところも非常に大事になってくるんで、この山崎康明のね復活っていうのは DeNA にとってね素晴らしかったなっていうところもあります。そして結局 DeNA はフォアボールで負けちゃうっていうねところになりましたね。まあ石田がねフォアボール2個でピンチを作って、最後梶谷ね、難しいところのチェンジアップ系かね、低めねうまくね、救って
ライト前にね同点のタイムリー打ったっていうところは非常に素晴らしかったと思いますし、これね石田と中川の違いよ。中川ね巨人のインコースにねストライクにちゃんと投げ込んでいく中で最後ね踏ん張って引き割りを切り持ち込んだ。石田もねインコースいいところ投げてたよ、間違いなくすごい、もういっぱいかっていうね、まあ、京山と同じレベルかってねギリギリっていうところはあるけども、結局そこをストライク投げ切れず、しかもよ、しかもまあこんなことね言ったら失礼だけどもよ、ね、中島ね、フォアボール、そしてウィーラーフォアボール、まあ確かにね一発打たれたらね怖いっていうところもあるけども、そこがねフォアボールで小林バンド、そして松原ね三振取って中島ね代打フォアボールね、ここがやっぱり結局このフォアボールがね首絞めちゃったかなっていうね、2敗1分けになる、そこをしっかりね投げていかなきゃっていうところと、ファーストランナー中地バッとね、あそこ三塁行っちゃダメ、あの外野後ろにそこそこね前進してなくてホーム楽勝でアウトだからおとりいりませんね、あそこもし止まってたらあの逆転できた可能性ある、中地バッと、はい、そしてね6回裏ね、ちょっと帰りますけども大城がねツーベース打って、ここで勝負での6回から勝負でのダイソーマスターね、でそこで松原がバント2-5タッチアウト、ランナー2塁なのにバッとね、ベンチが勝負とってやってそれ失敗してたらダメです、はい、あそこでねしっかりやっとくとひょっとしたら逆転ねできてたかもしれないし、その後今村もねバント失敗ね、ピッチャーがねそういうとこちゃんとやんないから DH とかって言っちゃうのよね、ピッチャーがやることやっとけばね9番ピッチャーの役割っていうゲームもね面白いのよ、だからもっと DH とかじゃなくてピッチャーがバッターボックスでも自分の役割をね最低限、それは2割3割打てとは言わないね、最低限バント進塁打エンドランとかできるようにしていかないとダメですバッとね、というところで、2勝1分け巨人のね勝ち越しになりました。さあ続いてパリーグね、西武対オリックス、開幕戦4対3西武が勝ちで、土曜日2対3オリックスの勝ち、そして昨日28日5対1で西武の勝ち、西武がね2勝1敗で勝ち越し、オリックスはなんと、10シーズン連続かな開幕戦負け越しに、ね、なったっていうところでしたけども、土曜日やっぱ先発ピッチャー宮城ゴペチェン素晴らしかったね、まあ、7回123球5安打8三振2四球、西四球2失点というところでね、素晴らしいピッチングだったかなと、まあ、特にね良かったなって思うところはね、まあ、緩急もつけてっていうところですけども、まあ、4回にね山川ストレートファールでカーブ空振り追い込んでストレートファールでスライダーボールでストレート3球続けてファールファールでチェンジアップをファールでついてこられたけど、最後超スローカーブで足をねあの地面につきながら三振、そしてその後の中村ストレートボールでスライダーストライクでまたストレートボールストレートまず3球続けてストライクファールで最後アウトコースをチェンジアップ三振と、チェンジアップとカーブ良かったね、しかもその中でやっぱ何が良かったかなってね見た時にね、あのまあクロスファイヤーっていうよりも逆クロスファイヤーのね、右バッターに対してのアウトコースのストレートっていうのが非常に良かったなと、でしかもそこからのねチェンジアップを同じ軌道で落とす、あれはなかなかバッターね対応できなかったんじゃないのかなと、でそこでねあのカーブコントロールもいいね、スローカーブとスライダーのね膝元入れ具合っていうところは、まあ、2年目高卒いや一番今いいんじゃないの、まあ、ヤクルトでね昨日奥川で佐々木朗希はまだ実戦登板、公式戦ではなし、あら2年目で一番いい、今年ひょっとしたら新人王権利あれば最有力候補の一人に上がってくる可能性がある、ナイスピッチングだったかなと、そして、4回ねジョーンズがツーベースね、これレフト若林ジャンプ惜しい、あの足ねラバーにかけてジャンプして、あともうこれぐらいだったんじゃないのかなってね、取れるぐらいの、ジャンプ力っていうかねフェンス際惜しかったなっていうね、でその後モヤがねライト前ヒットでね、あの中川がレフトフライ、そして、ここでねワイルドピッチが起きて逆転するわけだけども、これはね無理よ、もうワンバンベース前ですごいワンバンして、でそれで、肩の上ボールいってるからあれどんなキャッチャーでも止めれないっていうか叩きつけすぎでね、その後5回ツーアウトからねあの佐野デッドボールで盗塁ね、で、吉田の時に、またワイルドピッチね、森がね今度ミットがブロッキング行きながらミットこうだからこうやらなきゃちゃんと、そういうあれはね森止めてあげなきゃ
ね、でその後ピッチャー変わって宮川ジョーンズで、またワイルドピッチ、今度また森手だけ、体いかなきゃ体ね、で結局は3点目逆転だから、もったいないね、このワイルドピッチ3つでそれが全部得点に絡んでいってるっていうから、まあ仕方ないのもあったし、難しいのもあったけど、もうちょっと、あと反応遅いね、森。もうちょっと反応早くしていかないと、ちょっとね、止められるやつもあったかなっていう、もったいないね、失点につながったっていうところがね、負けにつながったんでね、ちょっとね、ミスがね、出ちゃったかなと。で、昨日はね、5対1、森がホームラン。初戦に続いてね、インコース難しいところ、山岡からね、レフトに。これバッティングはね、今年、心配することないんじゃないのかなっていうね、いいスタートね、切れたかなっていうところもありますし、6回裏ね、2アウト1塁からね、外崎のセンター前、これでね、森が3塁へ好走塁、ね、で、しかもそれも、その走塁のね、3塁行ったところをね、見逃さず、外崎もね、セカンドに行ったっていうね、ああいうね、細かい野球ができる西武っていうのはね、やっぱりね、強いなっていうところもありますし、その後ね、中村がきっちりね、センター前、2点タイムリーヒットね、グワッと、これでね、もうダメ押しかなと。まあ、オリックスはね、紅林がね、ギャレットからホームラン打って、まあ、守備でのね、荒さは目立ちますけども、そういったところがね、やっぱりバッティングっていうのは魅力なんでね、まあ、一軍は育てる場じゃないし、やっぱ守備も頑張んなきゃね、この1年間を犠牲にするのはもったいないんで、もうちょっとね、守備頑張ってもらいたいなっていうね、ところもあります。そしてオリックスね、初回、佐野が塁に出て、走ってほしかったっすね、走れるっしょ、ね、あそこをしっかり走ってね、行っていけばそれさらに良さが出ると思ったんですけど、あそこね、まあ、2番 T 岡田がねレフトフライとかなってしまいましたけど、あそこでさ、吉田がねサードゴロダブルプレー崩れみたいな、あそこは走ってほしかったかなというところがあります。で、先発ピッチャーね、平井ね、ストレートも速かったし、右バッターのインコースにもサイドスローながらしっかり投げ切って、この内外のね、使い分けっていうかね、幅を利かせた投球ができたところがね、勝ち星につながったっていうところもあるんでね、まあ、西武はね、先発ピッチャー苦しいところがありますし、昨年ね、中継ぎから先発に転向して、なかなかうまくいかないところが多かったと思いますけども、まあ、出だしとしてはね、非常にいい滑り出しがね、できたこの平井、まあ、今後もね、注目したいと思いますし、この右のね、インコースにしっかり投げれるかどうかがね、ポイントになってくるんじゃないのかなと。あともう一つ言い忘れてましたけど、7回裏ね、ピッチャー山田、2アウト満塁、頓宮、パスボール、スライダー、膝ついて取ってっからだよね。膝ついて取ってるから手だけでいってパスボールなんだから、あそこら辺はね、満塁でランナー3塁いるのに、簡単に膝ついて取ってほしくなかったなっていうね。まあバッティングはいいけども、守備でもね、そういった、なんていうのかな、防げるところはね、しっかり防いでほしい。ちょっとね、簡単すぎるんじゃないのかなと。まあ3連戦当時でね、そのパスボールなど、ちょっとバッテリーミスがね、目立った両チームのね、試合になったかなと思います。しかし2勝1敗で西武勝ち越し、好スタートですね。さあ続いて楽天対日本ハム、開幕戦8対2で楽天、土曜日4対9で日本ハム、そして日曜日5対0で楽天、楽天の2勝1敗勝ち越しね。マー君が、ひらめきのね、ふくらはぎの、損傷で、登板回避をしたけども、まあこの2勝1敗とね、いい滑り出しができたんじゃないのかなと。土曜日、まあ、そのね、マー君、先発回避のね、緊急登板になったね、高田、まあ立ち上がりね、腕振れず、ちょっとね、腕振れないで体を振って頭振るみたいな、それじゃあね、ちょっと手の振りも速くならないし、ボールもね、ちょっといいところもあったけども、悪いところが目立ったっていうね、まあ、緊急登板だっただけにね、っていうところはありますけども、逆に言ったらチャンスだからね、そこをうまく掴んでもらいたかったなっていうところもありますけども、ちょっと不完全燃焼だったかなと。逆にね、日本ハム加藤、まっすぐね、で、右バッターへのアウトコースへのシュート系、まあ、両コースにね、ストレート系、シュート系をね、しっかり使ってね、しかも緩急をつけて投げたっていうところがね、まあ、うまく、良さが出たんじゃないのかなと。まあ、しかもね、昨年とかはそれまではね、ショートリリーフ、オープナー的な存在で1イニングとかね、1イニングじゃない、一回りとか2、3イニングでね、降板するっていう機会が多かったですけども、しっかりね、5イニング投げて、チームにね、勝ちをもたらしたっていうところではね、非常に、成長してきてるんじゃないのかなってね、まあ、先発陣がね、薄い中、しっかり結果をね、残してもらいたい。で、しかも打線においてもね、先発全員安打と、いい形でね、土曜日勝ったっていう試合でしたね。しかし、日曜日、ね、いや、なんといっても、早川、グッピッチング、ね、素晴らしい投球だったかなと。ストレート、スライダー、チェンジアップとね、いいところに投げ込んで、ピンチはね、ありましたけども、6回104球、4安打8三振、2四球、ね、で、無失点と、素晴らしいピッチングね、ルーキー、初勝利、ね、今年ね、になったんじゃないのかなと、素晴らしいピッチングでしたね。まあ逆にね、日本ハム、
勝てたっすね完全にね、まあ、このね4回ノーアウト満塁ね、ここのノーアウト満塁を作るけども野村スリーボールツーストライクからスライダーボール球振ってね三振、まあ、ここはね早川よく踏ん張ったしね、で続いて太田チェンジアップ今度アウトコースでね三振で、最後樋口がねサードゴロとノーアウト満塁をね日本ハム生かしきれず、ね、逆に早川ねよく踏ん張ったっていうところもありますし、逆にね続いて、4回裏ね表ではノーアウト満塁日本ハムが攻めきれず楽天早川守る、逆に4回裏ワンアウト満塁でねバッター田中池田も頑張ってたよめちゃくちゃね、その楽天から移籍してきてねこの開幕ね3戦目にしっかり投げた中で非常にいいピッチングしていた中で満塁から田中のショートゴロもうダブルプレーでああこちらもチャンス潰して0点と思ったらファンブルしてしかもセカンド投げたら渡辺もポロリでオールセーフで、その後ねトントントンといってきっちり4点取られておいおいおいっていうね、取るべきとこ取れないで相手に取られないところで取らしちゃうっていうね、まあそれは負けるなっていうね展開でしたね。でその後ねこう面白かったのが太田がねそのまま続いてワンアウト満塁でね初球スクイズ、このファールになりましたけど作戦グッドね、野村さんみたいな、僕はロッテの現役の時にね楽天の野村監督と戦ってますけど、野村監督みたいなその意表をつく奇襲奇策、このスクイーズ作戦的にはねうなりましたね。まあそこをねきっちり決めなきゃいけない方だね、バッと。しかしその後センター前ねフォークだったかな、このね外難しいところをねうまくセンター前にね打ったっていうところは素晴らしかったし、その後辰巳のねライトへのタイムリーね、ここで一気に4点取る、ここね楽天と日本ハムの大きな違いが生まれたかなって、4回表裏のね攻撃だったかなと。しかし5回表先頭ね清水のショートゴロ、小深田守備バーッとまた悪送球、初戦にね続いてここをねこうやってあんな簡単なところをミスするのはね小深田のタイプから考えるとうーんっていう感じになってくるし、茂木がね調子いいんでねこの外国人選手がね続々来日してるんで、そういってなってくるとね守備固めも含めていろいろ考えなきゃいけないんで、ああ言ったとね簡単なところはミスなくやってもらいたいなと。しかしその後ね長嶋をねしっかりスライダーで三振とかね、早川ねグッペッチね、そういったねあと中島のバント、ここも送りきれず結局アウトになるっていうね、もう中島にとっては踏んだり蹴ったりのね一日だったかなと。そして続いてね6回表またもチャンス、日本ハムブレイクチャンス、ワンアウト満塁でビッグチャンス樋口543ダブルプレー無得点。そして8回裏太田ダメ押しホームランゴッツ、だからまあ早川がねよく踏ん張ったっていう言い方もあるけども、日本ハムがそこを押し切れなかったっていうね、だからもう完全に抑えられたわけじゃないね、もう早川もギリギリのところを行きながらそのねピンチをね積んで抑えたことが結局0点につながったけども、一歩間違ったら大量失点っていうところもあったし、こういうね日本ハムっていうチームは、まあ、僕が戦ってた経験上もそうですけど、そつなくこなしてチームプレーは完璧にしていくチームっていう印象があるんだけども、勝負どころでエラーが出たりとかバンドで送れないとか、ちょっと日本ハムらしからぬちょっとね雑な野球が見えた日曜日の試合ですね。しかし早川投手プロ8先発8勝利おめでとう、ね、さあ続いて最後ソフトバンク対ロッテ、開幕戦8対2でソフトバンクで、土曜日3対2でソフトバンク、そして昨日6対5でソフトバンク、ソフトバンク3連勝、逆にロッテ3連敗っていうね、ところでしたけども、まあ土曜日ね、さよならっていうところもありましたけども、まあその中ね、やっぱ光ったのは守備だね。この今宮の初回2アウト満塁からのね、三遊間のね、スーパープレイ、鳥谷のあたりね。あれね、去年だったら、あれを取れなかったり、あれをミスして、一気に初回にボコボコボコって4点ぐらい取られて、で、ジエンドみたいなのがね、ロッテ対ソフトバンクの野球の典型的な試合内容だったのよ去年までは。しかし今宮が今年帰ってきてあのプレーでね阻むっていう、去年とは違うぜっていうねソフトバンクのね野球が見えたかなと。あとね、まあ、昨年ね守備でミスしてね涙を流したね周東もね、この試合守備良かったかなと。4回表ね無視一塁でね鳥谷のセカンドゴロ、一塁間深いところをねしっかりさばいたりとか、9回もね森のマーティンのね詰まりながらも森のグラブ触るか触らないかなっていうねぐらいで若干ね軌道が変わったように見えましたけども、しっかりね前進守備しながらランニングスローでねファーストにアウトするっていうところもね、まあ着実にね守備は上手くなってきてるかなっていうねプレー見えましたね。でその後ね、まあ今宮にしてはね9回
センターオーバーサヨナラ打って、もう今宮による今宮のための攻守にわたる素晴らしい試合だったかなっていうね。しかしね、ピッチャーね、四死球12個で2失点被安打に、ね、ちょっとフォアボールね多すぎるんじゃないのかなと。あと若干気になるのが松田のねインコースのねさばきが悪いっていうね。開幕戦 3-0 で土曜日2打数ノーヒットで、まあ、昨日も出なかったんで、あの、まあ、ノーヒットですけども、マッチが絶好調っていうか、その前世紀の時にあんなに簡単にインコースいけなかったね、やっぱ一発っていうところがある中で、今はインコースに簡単に攻められて、まあ、そこをミスショットしたり空振りしたりと、ちょっともうねこうの反応が悪いなっていう印象はありましたね。そしてロッテ、チャンスは作るけど打てない、決定力なし、昨年に横利の戦い方です、こちらもね。そしてやっぱり一番ね気になったのが、まあ三輪はね6回88球5安打2三振2四球1失点、まあ打ち外をねしっかり使って緩急も良かったでね、ボール先行したとしても見ててね全く不安なし、これストライクいつでも取れるなっていうねいうところで、まあ昨年のね対ソフトバンクの対戦成績が、まあ、5勝1敗防御率 2.70 と安定的な戦い方で、まあそのね結果通りのピッチングでなぜ勝たせてやれない、その三馬にね、三馬は非常に良かった。そして、まあ、8回裏ねこのデスパイネにタイムリー打たれるんだけども、2ストライクからよ、ナックルカーブナックルカーブいって、ナックルカーブ甘めに入るかっていうね、2ストライクからもっとワンバンになるとか低め意識させなきゃ、意識しなきゃね、それが甘めに入ってデスパイネにタイムリーね打たれる。そして9回裏シュートがねセンター前に出て牽制冒頭で2塁、外野前進になったから今宮抜けるみたいな、もうねやることなすことね何やってんだっていうね試合でしたね。あれもしねまあ盗塁されてるかも分かんないけども、まあ、これにシュートが1塁残ってたら外野絶対後ろ下がってるから、あの今宮のセンターオーバーが取れたかも分かんないよね。そういったところが結局はサヨナラ負けにつながったんじゃないのかなっていうね、ちぐはぐな感じで、昨日は6対5でね、あら菅野がホームラン打って、わおデスパイネに打たれて負けると思ったら菅野が打って勝っちゃったねと思ったら、最後川島のヒットで負けるっていうね、まあ、この試合もですね、まあ、あのこの試合でもね完全にあのソフトバンクの去年の対ロッテ戦のような典型的な試合の負けゲームっていうね形の途中までの内容でしたけど、まあ、6回表にね荻野があの左中間のけてねスリーベース打つんだけども、グラシアルね守備バッとね、ボールに行くまでも遅いしジャックルするし、あの普通あれツーベースで止まってたと思うんだよね、それをスリーベースに生かすっていうのはちょっと守備バッとね。でその後ねワンアウト三塁になって、まあ、マーティンがねショートフライで、この中村敬遠でね安田が初球同点タイムリーね。でこのねこういったところでねロッテはね勝っていくっていう野球がね去年できたんだよね。しかしここでねバットポイントよ、この中村がねオーバーランで8、6、5でねタッチアウト、バッと何やってんだっていう、あそこ止まってたらもう1点取れたかも分かんないし、流れがね違ったかも分かんないのに、あそこをなんでオーバー、もう走りきれ、それだったらそれが止まれみたいなね、あの中途半端な三塁コーチャーと、そして本人の中村バッとね、ああいう走塁がね流れ変えるっていうところで、小野が157キロで素晴らしいピッチングでね、まあ相手の攻撃を積んで、これね勝ったかなってね思ったのよ。そしたらデスパイネがホームラン打つんだけども、その前にね7回ね2アウトで岡がねサードのエラーマッチ で盗塁して、藤岡のねライトオーバーで勝ち越しタイムリーね。藤岡もね、まあ鳥谷がね開幕戦出たりとかね、こう奮起をね促す形でね、そこの1本ね勝負どころで打って、まあ藤岡ね普段打たないけど勝負強いっていうね俺個人的な印象ね、そこで勝って俺これで、ね、勝つんちゃうかと。でその裏ね7回裏明石がレフト前打ってねシュート、スリーボールワンストライクかな、これエンドランだったのかな、ライトフライバーッと、あそこは転がさなきゃ、最低でもね、それがシュートの役割ね。ちょっとちぐはぐなソフトバンクっていうね中で、8回裏デスパイネが逆転ホームラン、カットボール、しかもカットボールボールね、これもうハーマンからカットボールボールストレートストライク、カットボールボールでストレートファールでカットボール、なんでもうナックルカーブやめたんかっていうね、前の日打たれたらもうやめるんかって、1球ぐらい投げろっていうね、しかも真ん中入ってホームランっていうね、もうここもどうなんっていうねところは見てて思いましたけども、あこれ完全負けだなっていう感じで見てたら、なんと9回裏菅野が逆転ツーラン、菅野グッズ、あのポイントからねホームラン。でも見た時に思った俺はね、あれ森じゃないの、岩崎なのっていうね、抑え森じゃないの、なんかいろんな情報によるとね、森はね3連投させないっていう風にね取り組んでいくっていう情報を聞いたんですけど、じゃあなんで初戦の
大差がついてる時に森投げさせたっていうね、あのこれは俺の個人的な感想だし考えだけど、その3連投させないんだったら無意味な、まあ、登板間隔が上がりすぎてっていうんだったら分かるけども、無意味な得点差が空いてる状態で投げさせたら本当に投げさす時に投げれないじゃんね。しかも金土日で月曜日休みなんだったら、初戦投げなかったら土日でしっかり必ず投げれるんだから、3連投禁止やめるんだったらなんであの初戦投げさせたのかなっていうのがすごい疑問ね。あとやっぱりね、このソフトバンク打線でいうと、やっぱり中村晃マッチがねちょっと状態悪いかなと、まあ、マッチはねちょっとバットがね出てきてないなっていうところもありますし、中村晃はねちょっとタイミング合ってないのかなっていうところでね、ボール球よく振るなっていうらしくないなっていうね状態の悪さありましたね。あとはもうねハーマン増田がねロッテはどうするんやってね、進化投げないの、悪かったらこれね、悪くても投げなきゃボールにするんでいいのよ、無理にストライク投げなくても。それで相手にねこうのあるよっていうのを見せつけなきゃいけないし、あともう力勝負最後川島いい悪くないよ、インコースも使わなきゃ、外ばっかり、川島なんて追い込んだら右打ちしてくるんだから、そこインコースドンでしょっていうねところも思いながら、見てましたけども、ちょっとね、まあ、ロッテとしては昨年のね良かった時っていうのはそのね点を取って、その後ね盤石なカラカーハーマン、増田、昨年だと沢村とかね抑えていくっていうところが勝ちパターンだったところがね抑えきれない。でもここで佐々木の意見です、増田は守護神やり続けろね。あここでねやらなきゃいけないのよ、ダメでも帰るのは簡単なのよ、ここでねどう立ち振る舞うか、マリンに帰ってねしっかりとこのね今日月曜日休みを挟んでねしっかり調整して頑張ってね行ってもらいたいなと思いますよね。あそうか、じゃあこれはもうまっすぐにね LINE しとこう、佐々木の、お言葉言わないけど LINE しよう、まっすぐに今思いついた。これねファンの人とかはねこのいろいろねっていうのはあるけども、守護神は守護神よ、頑張らなきゃいけないのよ。よし、松に今から LINE する。頑張れるように。送っといた。これ大丈夫。明日からグッピッチングするよ。さあ、ということで、申し送り事項。今年もやります。じゃあ、セリーグから。今日は DeNA 対ヤクルト。横浜で、おっと、どちらも一勝もしてない。どっちが必ず一勝します。はい。DeNA の皆さん、青木が結構打ちますよ。気をつけて。ヤクルトの皆さん、どうしますか？もう打つしかありませんね。 DeNA まだ勝ってませんよ。あ、ヤクルトもですね。なんとか頑張りましょう。続いて広島対阪神。広島の皆さん、サンズがやばいです。しっかりインコース初戦から投げ切りましょうね。タイガースの皆さん、このね新人後ろが結構いいからね、気をつけていい球投げるよ。続いて中日対巨人。中日の皆さん、巨人に勝てないと優勝できませんよ。佐々木の期待を裏切るだ。巨人の皆さん、ドラゴンズまだバタバタしてます。ここ2年、出だし調子悪いんで、そこ叩き潰すチャンスです。続いてパリーグ、ロッテ対楽天。楽天の皆さん、ロッテ中継ぎがやばいです。最後まで諦めないで。ロッテの皆さん、本拠地開幕、ここで頑張るところよ。仕切り直して頑張れ。ソフトバンク対オリックス。オリックスの皆さん、ソフトバンクキレッキレです。なんとか頑張って。雑いやキレッキレなのよ、本当やばいよ。ソフトバンクの皆さん、オリックス紅林がホームラン打ってます。若手がねしっかり頑張ってるんで、そこ気をつけて。日本ハム対西武。日本ハムの皆さん、森が今年は人は違いますよ。森の前にランナーを出さないよ。西武の皆さん、日本ハム好不調激しいです。どっちに当たるか注目しながら、気をつけて頑張ってください。ミスしだすとチャンスありますよ。あ、さあということで、ここでちょっと一つお知らせです。明日火曜日、ロッテ対楽天、試合開始17時45分、千葉テレビマリーンズナイターで佐々木解説します。はい、マリン開幕戦解説します、千葉テレビです。ご視聴地域にある皆さんはぜひ千葉テレビで佐々木解説、本拠地開幕戦見てください。さあということで、今年もやります、週刊ベストライン。さあ、パ・リーグからピッチャー涌井、3チームで開幕戦勝利。キャッチャー楽天太田、今年も出足は調子いいね。ファーストもやっとするバッティングだけはしないでね。
セカンド日本ハム渡辺、チームの勝ちに貢献だ。サード楽天茂木、今年も茂木がベストナインいっぱい取るのか。ショートホークス今宮、攻守に大活躍。レフト楽天島内、今年は優勝するぞ。センターホークス柳田、今年もセンターは柳田だけか。ライトホークス栗原、オープン戦の不調が嘘みたい。 DH ホークスデスパイネ、デスパイネ。さあ続いてセリーグです。ピッチャー戸郷、ジャイアンツ今年は2桁確実か。キャッチャージャイアンツ大城、今年はレギュラー確実に。ファースト巨人ウィーラー、外国人選手がいない間に地固めするぞ。セカンド阪神井戸原、バッティング絶好調、守備も頑張れ。サード DeNA 宮崎、浜野プーさん、これで1年間乗り切りたい。ショートヤクルト本山、プロ初ホームランおめでとう。レフト阪神サンズ、春なのに夏。センタードラゴンズ大島、最後はチャンスに打つだけ。ライト巨人梶谷、満塁男襲名かね。ということでベストナイン、最後にですね特別賞あります。パリーグ特別賞、楽天早川新人プロ初勝利おめでとう。セリーグカープ栗林、守護神確実、すごいね、いい球投げてる。もう一人が DeNA 関根、攻守にわたって大活躍。さあということで一番最初のベストナイン、こんな感じになりました。さあこれから月曜日火曜、月曜日金曜日ね、総チェックやっていきますので、皆さん引き続きよろしくお願いします。明日からの試合要チェック。